気まぐれ天使は1947年にアメリカ合衆国で公開されたロマンティックコメディ映画である。ロバート・ネイサンによる1928年の小説、司教の妻を原作とする。1948年、この映画は第20回アカデミー賞において、録音賞を受賞した。1996年、この映画のリメイクが天使の贈り物として公開された。司教ヘンリー・ブロームは、妻、ジュリアと、一人娘デビーとの3人暮らしをしていた。司教は、新しい認知で、教会堂建設の基金募集に四苦八苦した。問題の山積を前にした司教が神に祈ると、ダドリーという名の青年がやってきて、アシスタントとなり次から次へ問題を解決した。ダドリーは奇跡を起こし人々を魅了した。司教の美しい妻、ジュリアはダドリーの虜であった。しかし、ダドリーの行動は皆、ジュリアが夫、ヘンリーへの愛を取り戻すために言ったのである。ダドリーがクリスマスイブに街を去ると、人々はダドリーに関する記憶をなくしてしまった。ダドリーを覚えていない司教夫妻は自分たちの幸福の理由がわからなく、娘のベッドの天使の人形をただ見つめる。ありがとうございます。